さて、水槽の水をこの空き室から捨てたとなると、犯人はここにいたことになる。問題はどうやって隣の部屋からメダカを盗んだかってことだ。この部屋から盗んだとなると、ひょっとしてこの穴ですか？ことこちゃんが押し入れに開いていた穴を指さす。さすが、話が早い。ちょっと、なんだいその穴。多分犯人が開けたんだよ。なんてこったい、まったくリノベーションしたばっかりなのに。信じられないと言いたげに大家さんは首を振った。まあ確かにな。なんてことしやがるって感じだよね。影本が部屋を離れていたのは10分程度。その間に部屋に侵入してメダカを盗むには時間が足りない。だから犯人はこの部屋と隣の部屋を仕切る壁に穴を開けて犯行に及んだ。創生はポケットから紙を取り出す。さっきことこちゃんが書いた影本さんの部屋だ。これ影本何してんだよ。めっちゃ姿勢いいけど。パソコンしてんのか。この絵によると多分影本はヘッドホンをつけているんだよな。ええ、そうです。すいません、わかりづらくて。いや、すげえわかりやすいっしょ。ヘッドホンは下宿生活の基本だね。曲はメタルだろう。ああ、さっき部屋から聞こえてきたやつか。あれなら壁に穴を開けられている時に部屋にいたとしても、まあ気づかないかもな。でもそんな小さな穴からどうやって？結構簡単だ。みんな理科の実験は好きか？創生はレジ袋から太めのホースを取り出した。ホースで水を抜いた？ああ。本来はホースを穴に通して水槽に入れたんだろう。影本に事情を説明するのは面倒だ。だから今回はこれを影本の水槽と仮定する。そう言ってポリタライの中に小さな葉っぱをパラパラと落とす。影本さんに説明するのは面倒だろうか。ポリタライを買う方が面倒だし、金もかかると思うんだけどな。で、この小さい葉っぱをメダカとする。本当に理科の授業みたいになってきましたね。水は低い方に流れるだろ。それはわかるよな。創生は持っていたホースをポリタライに突っ込む。そしてなぜかホースの反対側の口を俺に差し出す。吸うのか。つねぐ。はい。え、何？吸え。はぁ、あ、強く吸え。なんで俺が。頑張って滝くん。しょうがないなぁ。でへでへ。俺はホースを受け取って強く吸った。謎の初体験だ。そこまで。途中まで吸ったところで創生に止められる。ファイ。ホースの口をポリタライよりも下に向けろ。ウェッ。ほいはいほい、いやよ、ほわ。だから窓の外なんだよ。おぉ、ほいほほは。ちゃんと字合ってたな。ほいほほはになってた。なるべくポリタライよりも下になるようにホースを窓の外に向けた。やがて水が出てくるだろう。これはサイフォンの原理だ。勉強になる。これはサイフォンの原理だ。管の中に水が満たされれば、液体は高い位置から低い位置に向かって流れる。水槽の水を移し替える際に利用される原理だ。途中まで吸ってホースだけを水で満杯にすると、高いところにある水槽が吸われるんだよね。ガーって、平らになるぐらいまで。もしかしてこの原理って、つまりあの道具にも使われてるよな。サイフォンの原理を利用した道具は下にある、灯油ポンプじゃねえの。灯油ポンプがこの原理を利用した道具だよな。ああ、そうだ。へえ、滝くんって物知りだね。いや、お前にも教えたろ一応。それほどでも。でへへでへでへ。やった、褒められた。あれ、ハートが上がんねえぞ。ハート満杯にしやがれ。お、来た来た。手元のホースから水が出て屋根を伝え始める。葉っぱ、そっちに行くぞ。ちゃんと拾えよ。ちょっと待ってよ。手で拾えっていうのか？なんかネットとかないのかよ。ネットはない。だからこれで。え？こちらに向かってブラジャーが放り投げられる。俺はためらいつつも空を舞うブラを受け取った。でかい。とにかくでかい。頭を包み込めるくらいのでかさだ。
なるほど、これは。俺は無言でホースの先にブラをネットのように当てがう。水はブラの中にたまるものの、すぐに布を通して屋根へと流れ落ちていく。あ、葉っぱがブラの中にポトリと落ちた。葉っぱ取れたよ。おい、コトコ引くんじゃねえ。実験だ。ナミ、そんナミコ引くんじゃねえ。これは実験だ。振り向くとコトコちゃんと大家さんは唖然とした顔で俺を見ている。なんだよもう。ただソーセーだけが満足げな顔をしていた。ふふんって顔。これが事件の全容だ。ソーセー、俺が犠牲になったぞ、こら。これで犯人がメダカを盗んだ方法が分かった。人のブラジャーをネット代わりにするなんて、帰ってきてももう絶対にいらない。一度盗まれたブラは何にせよ使わない方がいいですよ。問題は解決したけれど、分かったところで警察が動いてくれるわけでもない。でもなんか指紋は厳しいか。結構良い周到っぽいもんな。おい、聞こえてるんだろ、影元。突然ソーセーが押し入れの穴からホースを抜き取って声を張り上げる。この穴からお前の姿が見えないってことは、お前こっちの壁際にいるだろ。全部聞いてたんだろ。しばらく沈黙が続いたけれど、隣の部屋からうめき声が聞こえてきた。俺のメダカ。俺はお前のメダカなんかのために貴重な時間を割いて考えてやったんだぞ。お前も少しは俺に対して誠意を見せろ。誠意だと？別に感謝の言葉なんてもんはいらない。いいか、警察を部屋に入れろ。他人を巻き込んだのならお前も努力をしてみせろ。俺はお前に事件を解決しろだなんて言ってない。ああそうか、だったらいい。そこでメソメソ泣いてろ。俺は創生を押しのけて穴に向かって叫んだ。影本さん、あとちょっとだよ。メダカに名前は書いてないだろうし、もし犯人がペットショップの人間なら、警察は盗品と商品の区別も難しい。このままじゃ確実に帰ってこない。でも警察に盗難を確認さえしてもらえれば、メダカが帰ってくる確率が上がるんだ。どれくらい確率が上がるんだ？2-3% くらい。じゃあ嫌だ。お前そこは嘘でも 90% とか言っとけよ。口が裂けても警察は褒めたくねえな。どれだけ警察を敵してるんだお前は。もういい、いいんだ、諦める。俺のメダカちゃんは帰ってこないんだ。壁の向こうからグスグスと鼻をすする音が聞こえる。いじけだ。ちょっといいですか。今度はコトコちゃんが穴に向かって話しかける。影本さん、さっきお話ししたコトコです。私も警察に現場を見てもらった方がいいと思います。このままじゃどのみちメダカは帰ってきません。でも警察を部屋に入れたら、ほんのわずかな可能性かもしれませんが、メダカが帰ってくるかもしれないんです。どうせならやらずに後悔するよりも、やって後悔した方がいいと思いませんか。つむぐの発言を持って回った言い方に変えただけ。わかった、君の言う通りだ。おい。俺は被害者なんだ。かなり苦痛が伴う行為だが、警察を部屋に入れよう。本当ですか、ありがとうございます。礼は不要だ。そりゃそうだろ。ありがとう琴子君、君のおかげで決心がついたよ。俺たちの説得は何だったんだろう。そりゃあね、若くて可愛い女の子に説得されたらコロリと行くよね。大家さんがうんうんとうなずく。やつも男ってことだろ。こうも露骨なもんかな。影求め。ごたごたしててごめんね、せっかく来てくれたのに。俺はことこちゃんを見送るために外に出た。うん、全然、むしろちょっと楽しかったよ。え、何があったっけ。あれから大家さんが再び警察に電話をして、どうやってメダカが盗まれたか説明した。するともう一度警察が事情を聞きに来てくれることになったらしい。
対応してくれた警官が当たりだったんだろう。警察にも奇特な人はいるんだな。つむぐ完全に警察疑ってんな。滝くんといると飽きないね。いろんなことが起こるんだもの。まさかこの年で屋根に登るとは思ってなかったよ。しかも窓越しから挨拶だなんて。あ、そういえば鍵本さんってどんな人だった？え、どんな人って？俺も創生も鍵本さんの姿を見たことがないんだよね。そうなんだ。確かに人見知りな感じはしたかな。だからどんな人なのかなって。ね、すごかった。すごいって何が。とにかくいろいろとすごかった。答えになってない。歩き出すことこちゃんの後ろをついていこうとすると、ことこちゃんが首を振った。見送りは大丈夫だよ。犯人捕まるといいね。え、でもだってまだ空は明るいもん。日が長くなったよね。うん、じゃあね、ことこちゃん。また遊ぼうね。俺はブンブン手を振った。ふふ。ん？滝くんの言い方、そうかな。すげえいろいろ考えて今選んだのに。子供みたい。そっか。そうだった？あ、やったぜ。ちょこっとだけど上がった。うん、なんだか小学生の頃に戻った気がしたよ。でもなんか送っていくっていうの断られたの結構ショックなんだけど。俺的には。つむぐ的には。つむぐになりきってる俺的には。また遊ぼうね、滝くん。ことこちゃんもブンブンと手を振ってくれた。あ、そうだ。なんだ？歩いていたことこちゃんが立ち止まって振り返る。どうしたの、ことこちゃん。忘れ物？私、わかってるよ。え？え？何を？こいつ、こいつ振り回してきやがる。ことこちゃんは再び歩き出した。滝くんはまだまだ子供だな。そのまま振り返ることもなく、ことこちゃんは駅の方向へ歩いていった。わけがわからない。何の話？後方からタクシーが近づいてくる。タクシーは若葉荘の前で止まって、中から紅葉が出てきた。おう、仕事帰りか。あ、お帰り。どうだった？何が？女だよ。遊びに来たんだよね。無理無理。俺には紅葉さんの方法はハードルが高い。なんだ、育児なし。今の言い方、創生にそっくりでしたよ。双子なんだからしょうがないよ。どうやら俺はことこちゃんに思いを伝えることすらまんまならないらしい。前途多難よのう。